まこなこです。前回北条の拠点川越あたりを取りました。でさらに八王子から川越の方に敵が向かってくるところをこちら側から八王子に向かっているというのが前回の終わりあたり。早速このあたりの戦い見ていきましょう。そしてなおかつ兵糧がないという話がねありました。少し買いましたがこれが足りるかどうか、まあ、足りはしないんだろうけれども、とっとと八王子を取って一服といきたいところ。佐竹が北条に吸収されて鬼吉重含め佐竹の家臣が全部北条側行ってしまう。まあいずれにしてもよそはよそで、ここはここで見ていきましょう。16,000対16,000、どうだろうな。ここは全軍突撃、ここは私にお任せください。敵も陣所がないのでお任せくださる。最初全軍突撃でその後どうするか考えましょう。兵数的にはね十分バランスよくこちらはあるんで、敵の800あたりの2部隊を倒せるんであればと言ったところなんだけれども、いやいいですね、やっぱ真田軍のねこの全軍突撃は敵の居所盛り上がるというもの。あら、そこですか。村松殿も参戦している。敵の居所もう早くも手前側にいるので、油断しました。やりたい、川を挟んで戦いがやりたい、お願いします。向こう側は一部隊撤収を受けているけど、今奥の方は片方こちら側の奇襲やって敵の奇襲やってというね、なんかよくわからない状況になった。敵の居所知れました。さてどうだろうな。まず一部隊おとり挑発はやったはいいものの、向こう解消するんじゃないか。あと2ターン、どうだろうか。動けてないのは1人だけなので、まあ悪くはないような状況。真田が武を進めて、宇治政来てますね。掴んだ、ああこちら側にも戦いをやってた。我が武思い知るがよい。さて、まあ、敵の武将の質もねそこまでではないので、こちらもまあ確かによくはないんだけど、まあ向こうと比べたらまだまだマシかなというね。雪村一人が突出してるしね。我が策お聞きくだされ。ここを倒すんじゃなくてお聞きくだされ。始めよ。宇治政狙いましょう。我が策ご覧ください。覚悟しろ。ご命令を。あとはなんだろうな、吸収できる人が勝手に追いかけるみたいな状況になればいいんだけれども。皆さんどうかお気をつけて。覚悟は良いか。誰か持ってないか。持ってないな。我が策にございます。覚悟してもらおう。ここももう少しで倒し終えそう。我らが力示すは今。さてどうなる。まあ今のここの戦いよりね、あそうだ、置きっぱなしだったなこの武将結城さん。ちょっと強撃されて状況は良くない。やりたい、うん、良くないぞこれは。この策で出し抜いてくれ。あーあと吸収じゃないのか。できれば吸収が欲しかった。これ逃せられればといったところなんだけれども、覚悟は良いか。始めよ。こんな感じで進めていきましょう。風魔小太郎もこれ終わんでいいかな。キリがなくなるんですよねこれ追ってたら。始めるぞ。本当敵の逃げがねチョコ材ですよね。浅はかな嫌な感じに逃げていく。さて結城さんはやっぱり回想になってしまうのか。やりたい前へ。ちょっと状況は良くないけれども、奥門戦の旗を掲げよ。始めましょう。こんな感じかな。我が策ご覧ください。この舞台を倒すと言うても、ここもいや吸収使えるんであればね、さっきのところも吸収とか使えたら追いつけたんだろうけれども。さて宇治政愛も変わらず囲まれて、だが逃れたな。策のある者がいるとの
騎馬突撃せよ。で他はこの角度で前進しながらで、負けてやる気はさらさらねえぞ。ここは囲えている。ここはまだ吸収また使えなくなってる。愚か者にはどうだどうだ、結構逃げ足が早いぞ。でここここから巻き返すと、まさかのね、前を抑えるかのように、ウズナさんを守るかのように、この策で出し抜いてくれよ。が来てしまった命令してくれ。けれども後ろ回り込めそう。行こうぜ。覚悟してもらおう。王子戦するなら容赦しねえぜ。なんか予想していた声とちょっと違うけれども、始めましょう。ご命令くださいませ。これでほぼほぼ終わるかな。僕の手じゃ見せてやる。あと1000か、1000まで減らせばいいので、で囲んでしまえば一気に減らせるとも、50ずつ今減ってるような状況だが、大将囲ってれば戦況でね、また終わってくれそう。負けはせぬ。策がございます。こんな感じで雪村の道を作って、始めるぜ。この策で出し抜いてくれよ。他は我が策ご覧ください。未熟者よ。ああ、そっか、結城さんいたな。攻撃効果が効いている。あと少し戦況、ここでこの後ね、八王子を取るかどうかという問題が、うわー逃れられてるな。あと200何歩だったんだけど、突撃で追いつったな。足止めやってもね、ここでは効果がない。突撃や別方向に行ってしまう。おぞむは貴様か、ゲチよ。始めるぜ。ここが倒しきれば吸収別方向行ってしまうけど、これはこれでいいか。我が策だ、ご覧ください。足止めかな。こんな感じで最後見ていきましょう。八王子をね、そのまま攻めるかどうかなんですよね。仮に攻めようとすると兵糧切れになって、もし敵がまた守りに出てきてしまうと、兵糧減った状態で守り続けることになりそうなんで、もうちょっとこっそり減ってくれればと思うんだけど、なんだろうな、北条の効果で戦況減りにくいとかあるんだろうか。バカな、八王子これあっさり下った。兵糧がそこつきましたか。殺しよ。来る気配あるな。17,300。行くぞ。これ前の方に行って倒したいけれども、果たして大丈夫かどうか。まあ、このターン終わればね、また兵糧も手に入るでしょう。多分先に取り付ければといったところ。ダメかダメか、敵の方が早く集結してしまいそうだけど、だがここはもうね、よくわからない武将なんで、そのまま一気に終わらせちゃいましょう。意外と厳しい戦い続いたけれども、多分兵糧がないからか、士気下がるの早いのかなという、ね、気がするんですね。でも今敵総大将敗走させ、戦況で勝ちました。でこうなってくると、あそこの江戸取りたいようなね気がするんだけれども、冥府で語り腐りするがよい。さて武将捕獲、江戸取ろう。あ、取れないか、7000か。これ時間かかりそうなので帰りましょう。米のこともねあるんで、そろそろ北条ともう一度講和しましょう。6月になったこともあるのでね、秋の前には一旦講和はしておきたい。敵が我が領内に向かっております。今こうは申し込んだんですが、北条攻めてきましたね。あと止まってくれ、止まってくれ。4万8000
2700で米こちら4000ぐらいしかないので、あまり遠くから部隊を寄せるわけにもいかないんだよね。だからここなら上限が6000なので、それでなんとかなるかな。扱える兵数が6000であるならば、この編成だと一月で3000ほどの兵糧なんとか間に合うんですが、さてさてこれで大丈夫かどうか。雪村も遠くから出せるんで、まあ、本来であればね、守った後に即座にこれ早くも来てないか、大丈夫か。ああ、ここでコアは受け入れようになっちゃったな。これタイミング的にはもうこちらではどうにもできなかったことなので、コアは申し込み送った後にね、敵が攻めてきたんで、まあ、攻められはしたけど、攻められた段階でこうはしたようにはなってるけど、こればかりは仕方がないということで報告いたします。ご了承。先月の収支。そして再び夜勤になりました。もうこのタイミングですよね、全てが。小諸城豊作、先月の収支。秋になって敵が動き、自らはそれでどう動くか。ご命令を。そういった状況です。さて徳川家康がこれはどこに来るか、我々か。まあそりゃそうだわなっていうことになる。そして上原城にやってくる。兵数6万、44日後急いでいけば防げるかといったところか。ではこのような部隊編成でいきましょう。今回は徳川の拠点を奪うつもりで、で大体3ヶ月ぐらいは米は持つので、己を信じて前へ進め。多分敵の方これ集まる前に、ちょっと待ってくれよ。あーよかった、これ東北の方のお話になってる。まだこうあるね、期間が。ちょっと待ってくれよ。まあもうびっくりする、笠井さんかわいそうだな。全部真田のね、真田に対する恨みを向こうに引きつけてるようかのようなね、そんな状況では。ここでの様子見ていきましょうか。どちらが先にたどり着くか。これ家康が来る前にたどり着けてれば、そんな甘くなかったか。ほんとギリギリだったな今で。今の状況だと向こうに陣がありそうな気がする。いや陣はどちらもないね。で能力的にはどうだ、一人兵数劣ってる人がいるぐらいかな。私の力、やはり最初はね、我が力見せてやろう。全軍突撃でがっつりと攻めたいと思います。この雪村に続け。さて真田対徳川家康、何度目かは分からないが、敵も全軍突撃やってるぞこれ多分。かかれ。いいね、向こうも分かってるね、やっぱり今何をすべきかが。雪村囲まれて士気下がってるけど、雪村は士気回復する効果があるので、でこの700の兵の部隊を星名さん倒してくれればといったところなんだけど、やっぱり雪村どう。あーっと村松さんが早くも回想状態、なんか雪村弱いような気するんだよね。なんか一人遅いね、うん、敵一人回想。今雪村は再度士気が回復して、あと2ターン、もう1部隊回想。なんか赤いんだよね、これは何でだ。で家康を間もなく階層まで持っていける。でここは階層と殲滅が両方できそう。よしと家康階層、なんとか星名さんを逃さずに。まさか我らが。さてこれでほぼほぼ一服かな。もう戦況も振り切れそう。では最後見て、なんとか勝利。この一戦大きいな。
命尽きるその日まで戦い抜く。結構な互角の勝利、戦いをやってた榊原柿康をね倒してしまったので、敵の方ね処断したので、それで敵は少し弱体化したようなそんな状況。そして高藤、あっとびっくりした、攻めてくるかと思った。これなんでだろうな、徳川との関係だったのか、ひょっとしたら。おーっと、北条氏政、徳川の領地を奪いに行った。この城、雪村がもらい受ける。高藤は今のところ敵来る気配ない。無念だ。これは富士吉田的行こうとしてるのでどうするかですよね。これ奥に入っていくか手前側から行くか、奥に行こうとするとガモとぶつかってしまうので、いざ参る。あまりね無理はしないように。この雪村に続け。そばから行きましょう。北の方では北条家が火災家に勝利、使いの者が来たようです。徳川から交渉、これ兵糧5万大きいな。あえて承諾する。報告いたします。今倒すべきは徳川ではなく、当然北条。ちょっと数ターン待たないと講和の停戦切れがまだまだかかるので、もうちょっとだけ待ちましょうか。今富士吉田この場所で、あー北条が取ったな。早くもこちらも早く宣戦布告したいんだけれども。報告いたします。ご命令を。どうだろうか。うん、できるね。じゃあ農業やってから考えましょう。今現在はこのようになっています。これまだまだね、火災家の方北条が攻めていて東北に入っていく一方、これ伊達家というよりか上杉家に入った伊達政宗も火災家に向かっているところで、ここ徳川と北条氏政戦う予定ですが、なんとかこのね間にこちらも北条の拠点を取りたいと思います。ではこの続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。また高評価ボタン押していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。